はい、キャです。今回は同じトレーニングをしているのに効果が出る人とそんなに出ない人がいるのはなぜというテーマでお話をします。まあ今回ですね、これはまあ長距離走にももちろんそうなんですけれども、まあ長距離走っていうかもうそのスポーツ全般的にまあ言えることではあるんですけれども、まあ同じトレーニングをしているのにですね、まあある人はまあ速くなって、ある人は速くならないみたいな感じで、まあ効果が出る人と出ない人がね、こう分かれるっていうことがやっぱりこのスポーツの世界でやっぱりどうしてもあると。で、長距離走においてもこれは例外なく、やっぱりそういうことってあるんですね。まあ例えばまあ1000メートル5本とかね、きつい練習で分かりやすいものといったらこういうのがありますけど、まあ例えば5000メートル出るってなった時に、1000メートル5本のインターバルやりますと。で、こうなった時に、まあ、練習会とか1000メートル5本とかやったりするじゃないですか。で、やるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、A さんと B さんがいた時に、まあ、2人とも、まあ、同じぐらいの水準でこなすことができましたと。まあ、2人とも5000メートル15分台を目指していて、A さんは、3分ね、10秒からちょっと8秒ぐらい、8秒から10秒ぐらいできたと。で、B さんも同じぐらいのタイムではできた。だけど、レース当日蓋を開けてみたら、A さんは5000メートル15分50秒で走った。だけど、B さんは16分かかりましたみたいな。こういうことってやっぱり結構普通にあるわけですよ。なんでなのかと。ね、同じ練習、同じ水準ぐらいできてるのに、なんでここまで差が開いてしまうのか。っていうところについて、まあ、今日はその本質的なところをお話をできればと思います。で、まずですね、その長距離走においてっていうところのお話からいくと、本当にその同じ練習をしているのになぜこんだけ差が出るのかって、この一番決定的な理由っていうところは、その練習の中で正しい動きを意識できてるかどうかっていう、ここに尽きるかなっていうふうに思います。これですね、どれだけ余裕を持ってできてるかとか、そういうところもまあ多少あるにはあるんですけれども、本質的にはそういうところではなくて、まあ、どれだけ余裕を持った動きで、余裕を持ったというか、まあ、正しい動きですよね。それができているかというところになってくるかと思います。まあそもそもですね、これは長距離に限らずスポーツ全般的になんですけれども、まあ、なんでそのトレーニングをするのかっていうところの理由ですよね。まあトレーニングをする理由っていうのは、まあ長距離によってはその心肺機能の向上だとか、まあ体のね、何ですかね、生理学的なこう反応を起こして、まあ体のレベルを上げるみたいな、もちろんそれもあるんですけれども、まあ一番まあ大きい理由というか、練習ってやっぱり基本的に毎日毎日やるわけじゃないですか。まあ市民ランナーの方だったらね、毎日じゃないケースもあると思います。やっぱりお仕事との兼ね合いで、まあ、週にね、5回とか、4回とか、3回とか、まあ人によってその辺は違うとは思うんですが、まあ基本的に繰り返してやっていくわけですよね。練習っていうのはレースがあった時に、まあレースに向かって やるんですけど、まあ1日だけポーンって練習して、あとなんか終わりとか、レースのなんか2日前、3日前ぐらいからやっと練習し始めて、それだけで出るとか、っていうパターンは、まあ、ゆるくやってる人はね、そういうのはあるかもしれないですけど、ある程度ガチでやってる方はそういうことってないわけですよ。とにかく繰り返してやるのが鍛錬だと。じゃあなんで繰り返すのかっていうと、正しい動きを体に覚えさせるためなんですよ。もうこれに尽きるんですね。だから練習の本当の肝っていうのは、正しい動きをどれだけ反復できるか、どれだけそれを自分の体に覚え込ませられるかっていうところになるんですね。じゃあ長距離走においての正しい動きってこれ何なのって話なんですけど、これはリラックスして速い動きを出せる動きっていうことになってくるんですよ。リラックスして速い動きを出すって、これね、ものすごくこう矛盾する二つなんですよね。速い動き出そうと思ったらどうしてもこう力むじゃないですか。だけど力むというか、まあ力がね、いる、パワーがいるってなってくると、力を抜きながら速い動きをするって本来はすごくすごく難しいことなんですよね。だけど陸上競技の本質、まあ陸上競技ってまあ言ったら、陸上競技の中でも投擲とかあるんで、そういうのはな、置いといて、走競技ですよね。走る競技って書いて走競技の中で、まあ一番、その、なんですかね、速い動きの方の究極系が短距離走なんですよね。まあ、100メートル走とか、まあ、皆さん、もっとね、子供の時から馴染みがあるとか言ったら、50メートル走とかになると思うんですけど、まあ、全力ダッシュですよね。これが、もう、速い方の究極の基礎的というか、もう一番の動き。で、遅い方の究極の動き何かって言ったら、ジョッグなんですよね。ジョッグ。で、このジョッグと、ダッシュの中間のどこかに、その5000メートルなら5000メートル、1500メートルなら1500メートル、3000メートルなら3000メートルのベストな動きっていうのがあるんですよ。マラソンならマラソンと。で、もちろんそれは種目によって短距離寄りになるか長距離寄りになるかっていうのは、その力の使い加減は変わると思います。5000メートルだったら、この辺に来るかもしれない。だけどマラソンだったらもうちょっとジョグ寄りになるかもしれないっていう感じで、結構この辺は、動きはあるんですけれども、とはいえ、やっぱりその中での自分の中のベストで、かつ楽に、まあ、力を抜いて一番速い動きができる、それを、身につけないといけないんですよね。
だから、例えば5000メートル年収とかだったら、まあ、ただただ心肺機能を上げるために、1000メートル5本のインターバルでガンガンとにかく追い込むみたいな、やってる方非常に多いんですよ。特に話を聞いてたりすると、やっぱり練習会って、その集団でやることが多いじゃないですか。で、集団でやるとどうしてもこう、エキサイトしがちになってくるんですよね。で、かつ、まあ私もずっと駅伝強豪校とか陸上やってたのですごいわかるんですけど、集団走になっていると、どうしてもやっぱり、そのトップの方の人が基準になってくるんですよね。だから、練習組むにしても A チームが何分何秒で、B チームが何分何秒みたいな感じで、ある程度グループ分けってするんですけど、そのグループ分けのタイムの基準ってどこにあるのって言ったら、その各グループのトップの方の人に基準がやっぱりいってるんですよね。っていうことは、その各グループのトップじゃなくて、ボトムの方にいる人っていうのは、一個後ろにつくにしてはちょっと遅いんだけれども、だけど、せっかくこういう練習会に来てるし、ちょっと一個上で行ってみようかってやるケースがやっぱりどうしても多くなるんですよね。で、そうなってくると、必死でつくじゃないですか。そのグループの中で。まあ、トップの方の人はね、余裕を持ってできるから、その正しい動きっていうのを意識して、リラックスして、あ、この動きだったら5000メートル、そのまま走り切れるなーっていう風にイメージをしながら1000メートルのインターバルができるんだけど、だけど、その、例えば A グループでね、3分10秒設定のとこがあったとしたら、そのお尻の方にいる人ですよね。お尻の方にいる人。だから本来その人にとって、一番楽にスピード出せるのは3分15秒かもしれない。だけど、ちょっと背伸びして A チームに入ってるもんだから3分10秒につこうとするんですよ。で、3分15秒で1000メートルインターバルできるぐらいの力があるんだったら3分10秒のインターバルは多分できるんですよね。あの、その時の、何ですか、集団走の集中力とか、集団の力を借りたりとかすると、まあ、やろうと思えばできると。で、できたらその帰り道すごいホクホクするじゃないですか。なんかこうね、あ、今日いい練習できたな、みたいな。やっぱなるんですよ。なるんですけど、これはね、必ずしもいいかどうかわからないっていうことは心には留めといた方がいいんですよ。っていうのがさっきも言ったのに、正しい動きをどれだけ身につけられるかっていうところが練習の本質なので、まあ例えばですけれども、これがですよ、その5000メートルのレースがまだ2ヶ月先とか、ちょっと結構先にありますと。っていう状態で、そのための本当の基礎的なスピードをつけたい。だから、スピード的な余裕をつけたい。もう今日はもう結構、何ですかね、もがいてでも、その心肺機能にガンガン刺激をかけたいんだっていう目的を持ってやるんであれば、ちょっと無理してもいいと思います。だけど、もうレースがある程度近くて、次のもう2週間後とか、それぐらいのレースで5000メートル15分台出したいと。ってなった時に、じゃあ楽にその動きを掴んでおきたいな、その感覚掴んでおきたいなって目的でやるんだったら、背伸びをするぐらいだったら、1個下のグループに入ってでも、余裕を持った動きで、正しい動きを確認しておく方が、よっぽどいい練習になるんですよね。っていうところがあります。だから、あの、インターバルっていうと、ガンガン追い込むみたいな。追い込むのがもう、ゼラみたいな感じの方すごい多いんですけれども、まあ、必ずしもそうではないと。練習の目的、本来目的っていうのは、かなりですね、正しい動きをちゃんとこう体に覚え込ませられてるかってことです。練習っていうのは、まあ、一回バーンとやったら、その自分の体が、あ、こんな動きをするんだと。あ、俺の体こんな動きできるんや、みたいな感じで、こう、記憶をするんですね。で、そのバンって記憶したのが、まあ、またね、何日かしたら忘れていくんですよ。人間の体って忘却曲線っていうのがあって、バーンって一回何かやって覚えたら、こう、何日かしたら忘れてくるんですけど、忘れかけたことでもう一回その刺激を入れてあげることで、もう一回覚え出すと。で、これを繰り返していくことによって、こう、忘れ幅っていうのがどんどん減っていくんですよ。要するに、どんどんその動きっていうのが体に定着していく。で、こういう風にして体に正しい動きを定着させていくことによって、楽に15分台の動き。まあ、マラソン2時間30分切りたいとか、その動きを身につけようとしてんだったら、2時間30分の動きっていうのが、ストンと自分の体に覚え込んでいく。っていうことになります。だから、話のね、本題というか結論のところに戻ると、まあ、なんで同じ練習をしているのに、人によって、その、差が出るのかっていうところは、もう、ズバリ、ここを意識できているかどうか、正しい動きっていうのをどれだけ意識できているかどうかっていうところに尽きるんですね。だから、ただただ、ガンガン追い込んで、きつい練習できてるからって言って、あの、必ずしもそれがいい効果になるかっていうと、本当にそれはわからないですね。あの、それで、っていうか、なんか、きつい練習を結構できてるのになんか、タイムに繋がってないとか、そういう方っていうのは、まあ一つの原因としては、そういう日々の練習の中での意識の矛先っていうのを、ただただその粘るとか、追い込むとか、そういうことだけに向けてないかどうか、自分のね、正しい動き、求める正しい動きっていうのを、そこに意識を向けられているかどうかっていうのは、ぜひぜひ意識をされるといいんじゃないかなっていうふうに思います。これを意識するだけで、多分ね、同じことやってるのに全然成果が変わってくるし、なんならちょっと練習のレベル落として、その自分の体にそのバッファーを持たせる、まあ、ゆとりを持たせたとしても、結構ね、
いい感じになりますんで、ね、効果も出てくるし、っていう感じになるので、何よりレースにね、練習がこう、つながりやすくなるので、せっかくね、きつい思いしてみんな頑張って練習をするんだったら、せっかくやったらレースでね、その、成果バーンって出てほしいですよね。そのために必要なのが、正しい動きを意識するっていうことなんですよね。なので、これはぜひ、あなたもこれからのトレーニングでも意識してみるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は、同じ練習をしているのになんで差が出るのっていう、この話の、まあ、原因というか本質のところについてお話をさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。まあこの同じねことをやってるのになんで差が出るのかみたいなところはですね、私車の運転とかにも出るかなというふうに思ってましてですね、はい、私ワイルドスピードっていう車だ、車ってか映画大好きなんですよね。あとはデスレースっていう映画とかも大好きなんですよね。はい、要はカーチェイスもゴリゴリもんのなんかもう爆発とかめちゃくちゃ出てくるジェイソン・ステイサムが出てくる系のなんかもうゴリゴリの肉団子系の映画めっちゃ好きなんですよ私。はい、だからもう私中学ぐらいの時からもうそういうのばっかり見て育てて、もう私のね記憶構造の半分はワイルドスピードなんですけれども、まあそういう意味でまあ教習所にね、私21で教習所行ったんですけど、初めて行った時にまあとにかく私にとって車の運転っていうのはもうワイルドスピードだというイメージがあったんですよ。だからワイルドスピードの運転が正しい動きなんだっていう、まあその先入観を持ってですね、私教習所に行ったもんですから、まあ教官の2号乗ってる時はまあさすがにそんなワイルドスピードさせてもらえませんでしたけれども、頭の中ではワイルドスピードやってたわけですよね。でそうやってこうずっと教習を受けてたんですけど、自分の車そっから買いましたと。2週間でボコボコになりましたよ。はい、ワイルドスピードやってた。その後もワイルドスピードは衰えることなくですね、今全方位ぶつけてます。一周回って運転下手くそなんやろなと思ってます。はい。ボッコボコや、車。なんぼで売れんやろ、これっていう。コロナで価値下がってる時ですら3万で見積もり出されましたからね。どんだけぶつけとんねんって話ですわ。